雲の上まで届く、巨大なひまわりの茎。天空まで伸びるひまわりの茎が、何本もあります。10人で手をつないで、やっと一周できるほどの太さです。花は雲の上にあり、咲いているかどうかもわからないので、登って見に行きたくなります。雲の上まで登って、花が咲いたか見てみよう、何があるのかを探しに行こう、というような好奇心で生きていくと良いです。ジャックと豆の木の物語では、巨大な豆の木の上の黄金の宝物を取りに登ります。ドラゴンボールの漫画では、カリン島を登りきると強くなれると信じて登ります。どちらのお話も登る目的があるのですが、あなたは目的もなく、登りたいから登るのだ、そう言って登ります。そうすれば、何か必ずすごいもの、イコール黄金の種、黄金の卵を探し当て、持ち帰ることができるのです。しかしながら、天空まで伸びる巨大な茎ですから、聖なる人、スピリチュアルな物事の見方ができる人の、手助けが必要であることも、認識しなければなりません。挑戦としたメンターがいれば、黄金の種を見つけ、その種を使って大きな成功をつかむことができます。自分自身が何本もの茎を登り、探し求める人なので、プレイングマネージャーとして動くことが、最も力を発揮します。自分で動いて、自分で発信するのが良いです。音楽を奏でる人であって、プロデューサーではありません。自分でスピリチュアルなことを学んだり、誰かのメンターやコンサルタントになろうとすると、物事がつまらなく感じるかもしれません。探し求める人であれ。